巨高さとは、新末民発の軍人、政治家。主に初期の中国国民党における有力な軍司機関であった。字は何字ため。祖父と父は、福建省で通番を務め、一族の元王は、新末の節総徳である。親族には、同兄で、軍人、政治家の巨高し、同弟で、国立中山大学校長などを務めた教育者の巨。 高橋清氏などがいる。1899年、巨高里は、京王の紹介により、復建す船生学堂に入学した。その後、京王の援助により、日本に留学し、成城学校陸軍科で学ぶ。1902年に、陸軍士官学校の第三期風評科に入学した。卒業、帰国した頃にも王は、死去したが、巨高里は、 福建部美学道総弁の孫道人に目をかけられ、同学道の教習に任命される。間もなく総教習に昇進した。さらに、巨高里は、第十鎮第四十表頭隊に任命され、間もなく、同鎮第二十教頭領に昇進した。1911年、福建の中国同盟会支部に、巨高里は加入した。同年十月に、 武将危機が発生すると、復讐でも革命派が11月8日に決起した。この時、元は、放棄軍の全敵総司令となり、2日の戦闘の末に、復讐を掌握した。福建軍政府が11月11日に成立すると、孫同人が都督となり、元は、復権海陸軍総司令に任命された。その後間もなく、元は、復権第一支支長となっている。 1912年1月に中華民国臨時政府が成立すると、福建第一市は民国陸軍第14市に改編され、許高里がそのまま市長を務めた。しかし、遠征外が臨時代総統となると、元を老落しようと北京へ召喚している。その後、元は日本を一時訪問し、帰国後に上海で孫文と対面する。その際に、 総教人が暗殺されたと知ると、元は怒って、縁打倒をも論み、復讐へ戻った。1913年7月、二次革命が勃発すると、縁政外は、巨高里に革命派を攻撃させようとしたが、元はこれを拒む。そして元は、革命派に呼応し、都督の孫道人に、復権独立を宣言させた。 しかし革命派は敗北し、元もまた8月に上海へ逃走して、率いていた陸軍第14師は縁により解散させられてしまった。その後、巨高里は日本へ亡命する。1914年7月、東京で孫文が中華革命党を組織すると、元はこれに参加して軍務部長となった。それからしばらくは孫文の命により、何用で、 革命交際を発行するなどして中華革命党の資金獲得に奔走した。1915年12月に帰国して、福建で五国戦争に抗応する半栄政外の放棄を行う。さらに、三島省へ移って、中華革命軍東北軍参謀長県前的葬式となり、陳太桃に総司令部を設置した。翌民国5年5月。 東北軍総司令代理となっている。同年6月に縁が死去すると、元は上海に戻り、引き続き中華革命党軍務部長として孫文を補佐した。なおこの頃に紹介石と義兄弟のちぎりを結んだとされる。1917年9月に五方戦争を発動した孫文が、広州で、 五方軍政府を樹立すると、巨高里は大元水府三軍長検書、陸軍総長に任命された。同年12月、遠越軍が組織されると、巨高里は第二死体司令に任命された。翌年5月、北京政府支配下の福建省に向けて遠越軍は、進軍し、元は、第二軍軍長に昇進して、鄭州に駐屯した。 1920年8月、陳、元の軍は、孫文と対立する陸栄てらの中越桂軍を、駆逐し、桂軍の後ろ盾を得ていた、軍政府主席総裁、新春剣を失脚させた。さらに1921年には、厚生省へ退却した陸を追撃し、これも撃破した。1922年6月、陳慶明が孫文と決裂して、 これを攻撃すると、巨高里は陳に反撃した。しかし、一部敗下の軍が離反したため、敗北して、厚生省に逃走した。9月初めには体制を立て直し、元は、福建省へ進行して、北京政府側の特軍理工期を撃破し、省を主中にした。これにより、孫文から、東寺軍総司令に任命されている。 1923年春、元は、関東省のチームを攻撃したが、逆撃に遭い、大敗した。京高里1924年1月、京高里は、国民党の第一回全国代表大会に出席し、中央監察委員、中央執行委員会軍事部長に選出された。その後、元の軍は建国越軍に再編され、元は、同軍総司令権。 第二軍軍長に、小介跡は、第二軍参謀長にそれぞれ任命された。1925年1月、元率いる越軍と、小率いる候補軍管学校学生軍は、上がりへの陳刑明を攻撃し、3月までに、陳の勢力を完全に相当した。孫文史後の6月、後生軍の劉進艦、雲南軍のようの望み便が反乱すると、元と、 省はこれをも殲滅している。同年7月1日、公衆で国民政府が成立すると、許高里は国民政府常務院兼軍事部長に就任し、さらに、関東省政府主席、同軍事長長までも兼ねた。8月20日に、両中外が暗殺されると、王朝名、許高里、小会席の3人で構成される特別委員会が組織され、 これが政治、軍事の全権を握った。しかし9月になると、章は王の指示を取り付けた上で、電撃的に元の側近を逮捕し、その配下の軍を武装解除してしまう。こうして、元は国民党内での指導的地位を喪失したのである。これ以後の巨高さとは、国民党長老としての聖望や地位は有したものの、もはや国内の政治、軍事に、 重大な影響を与える存在ではなかった。国境内戦の後に、香港へ移り、第三路線を標榜する活動を続けた。1965年1月25日、心臓病により死去。去年79。ありがとうございます。